これは人類の威信をかけた戦い。立川光男 vs 最新鋭 AI パ・リーグ順位予想対決。選手として、指導者として、そして解説者としての経験をもとに予想する立川光男。対するは最新鋭 AI。 今シーズンここまでの各チームの選手の成績をもとに、なんと先シーズン分の対戦をシミュレーションし、順位を導き出す最新鋭 AI か。冷静にデータをもとに結果の方を出しておりますので。それとも人類か。根気、根性、精神力です。絶対負けることはございません。特に用はなし、用はなし。これは人類の威信をかけた戦い。さあ、ということで今シーズンの楽天の最終順位予想ですね、人類代表の立川さんと、はい、そして人工知能 AI と比較していきたいと思います。そしてここからは今回 AI による順位予想を依頼しましたライブリッツ株式会社の村沢さんにもご出演していただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。村沢さん、今回の順位予想なんですけれども、どういうデータをもとに算出されたものなんでしょうか。こちらはですね、投手打者それぞれ5種類のデータと打順、先発ローテ順、そして試合日程をもとに対戦シミュレーションを行います。はい、今回はなんと先シーズンのシミュレーションをして順位予想を行いました。先シーズン、すごいですよね。はい、では早速参りましょう。立川さん、そして AI が予想した今シーズンの楽天の予想順位、こちらです。さあどう。立川さんは楽天を2位に、うん、はい、そして AI はなんと優勝予想です。立川さん、はい、この放送が宮城県内に放送されているというのはご存知の上でのこのいや、もう昨年ね、楽天を1位にしたんですが、やっぱりね、ソフトバンクの底力は相当なもんですよ。あ、そうですか。だから やっぱり、宮城と言ってもね、やっぱり冷静にね、ここは、はい。で、一方ですけれども、来ましたよ、人工知能 AI は1位ということで、村沢さん、これは忖度されてこの数字になったわけではないですよね。はい、あ、もう AI はもう全く忖度を聞いてくれないので、データに基づいた結果になってます。あ、そうなんですよね。冷静な結果で、ね、先シーズンという中ですからね。はい、続いて楽天以外の順位予想を見ていきましょう。はい、こちらです。どうなったんでしょうか。行きましょう。立川さんの優勝予想、やはりソフトバンク、うん、しかしそのソフトバンクを AI は3位と予想しています。まあ、先ほどのお話からいけばですね、ソフトバンクは立川さん優勝ということになるわけですね。なるけどね、AI の村沢さんのね、順位は今日の新聞見たんじゃないかなと思うね。今日現在の順位ですよね、これ。先シーズンですからね、そこから叩き出してこの数字ですもんね。でもね、そうなんですよ、楽天が 42.4% というのは ね、で AI の方はソフトバンクが3位で19.9% の優勝確率で、それほど高くないんですよね。ただこちらご覧ください。はい、AI の方のシーズン全体の予想得失点数なんですが、はい、楽天よりもソフトバンクが得点数も失点数も良い数字になっているんですよね。予想順位とは逆転の結果ですけれども、村沢さん、これはなぜなんでしょうか。そうですね、楽天は得点数失点数ともに3位で非常にバランスが良くて、でソフトバンクは上位にあまり勝て入れておらず、楽天は上位にしっかり勝てていまして、試合結果を見てみると、楽天は僅差で勝つ試合が多く、勝負強い楽天が AI は優勝すると予想しています。あ、そういうことなんですね。立川さん、そういうことなんです。いや、今の AI 認めますよ。認めます。今年のソフトバンクは僅差に弱い。だから大敗対象、まあ、大敗はないんですが、対象が多いからね。はあ、そういうふうに数字が出てるわけで、ええ、まあ、じゃあ村沢さん、監督采配が、はい、石井監督の采配がいいということですか。そうですね、やはりローテ順含めて非常にいい采配をされていると思います。村沢さんも無理にそこをお答えにならなくてもいいと思いますよ。いやいや、それしかないですよね。あくまでデータですもんね。まさかマキシヘッドがいいとかいうことはないですよね。それよりやっぱり石井和久監督がやっぱりいい采配をしていると。
いうことですよね。はい。はい、なんで抱き合わせようとするんですか。今の全てを今の聞けばね、ああそうだなと、なるほどと。なるほどなるほど。やっぱり AI もね、やっぱりいいとこ出してますよ。人類がちょっと負けそうな気がする。はい、急にこう、ね、引くような感じになりましたけど、そうなんですね。そこまで調べられてるとは思わなかった。そうなんですね。そしてですね、こんなデータも出ています。AI は交流戦終了後から個人成績も予測しているということで、楽天先発陣の予想成績がこちらなんですが、ちょっと中でも田中投手が、ね、被打率2割2分3厘ということで、はい、まあ、こう打たれない。ちょっと後半楽しみかなというね、感じがするんですけど、これはどういったデータから村沢さん算出されたものなんですか。はい、田中投手まだ現在2勝にとどまってるんですけど、やっぱりヒットは打たれないというところがAI も見てまして、まあ、今後は打線が援護して後半勝利を重ねていくんじゃないかという結果になっております。そういうことなんですね。じゃあ後半ぐっと伸びてくるということなんですが、さあ人類代表の達川さん、田中投手いかがでしょうか。いや24連勝した時はね、マヤ君、神野君、不思議な子じゃなかったね。僕もね、星野選手さんだったね。そうですよ、ね、今野村さんでしょ。野村さんじゃなかったんですが、まあマヤ君、神野君、不思議な子がね、今普通の子になってんですよ。だから勝てないんですよ。ねえマー君、なぜ急に普通の子になるんだよ。不思議な子になってみろお前。こういうようなことだ。はい、もう本当にどうやって突っ込んでいいか、こっち、いや後輩で笑うとしてはいいんですか、ね、行きましょう、村沢さんが思ってるから。いや、はい、でこういう結果になりましたけれども、改めてお伺いしますけれども、順位予想楽天、はい、2位のままでよろしいですか、辰川さん。申し訳ないけどね、ソフトバンクが怪我人ね、キューバ勢3人帰ってくるし、特にグラシアルがもうキーポイント握ってるし、モイネロもやっぱり打ちづらいということで、そして千賀、そして森、もうじき復帰するんでね、戦力が整うんで、やっぱり戦力整ったソフトバンクはね、やっぱり底力ありますよ。そういうことなんですね。勢いのオリックス、底力のソフトバンクという感じですね。ただ村沢さん、このデータなんですけれども、ソフトバンクはその主力の選手がいる状態で先シーズンやったんですよね。そうですね、はい、千賀投手と東浜投手が去年同等の成績を残すという、データを入れてもこの結果になってますね。グラシアルとかモイネロの成績も入れてるんですか。すごい、これは。はい、そうですね、ほら来た、これは入れてるんですよ。いやいやいや、となるとね、逆に私は楽天かオリックスどっちかが優勝するような感じになってきましたけど。そうでしたか。でも初志貫徹で、分かりました、やっぱりソフトバンクです。では楽天が優勝した暁には、達川さん、何かプレゼントしていただいてよろしいでしょうか。三ツ山バッテリーコーチがね、決勝にかけて太田を育ってるんですが、太田がなかなか育たんのはどうしてかなというところなんですが、でもね、ずいぶん育ちました、去年から比べたら。ただね、もう年寄りのような感じで、もう若さが欲しいね。で、何をいただけるんですか。もし楽天優勝したら、楽天が優勝したら、はい、私のミットね、最後1992年に最後に使ったミットを、三ツ山さんのサインと私のサインを入れて、はい、三ツ山のサインはいらんから、太田のサインと私、太田にサイン頼んで、はい、日にちを、優勝した日にちを書いて、はい、視聴者プレゼントします。ありがとうございます。楽天以外はダメよ、楽天優勝したりなんかしたら、ぜひ優勝していただきたいと思いますけどね。はい、じゃあもし、何ですか、何ですか、村沢さんが楽天優勝戦なかったらどうなるの。はい、ちょっとそれは時間の問題でですね、はい、また考えたいと思います。もう一回じゃあこの番組に出てもらうと、いや、そうですね、懺悔の番組に、わかりました。いや、本当にライブリッツ株式会社の、村沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。